はい、コーヒー。何よ、まだたったの9杯程度でしょ。ええ、そうね。だからこそ得られるものもあるのよ。そうね、そろそろいいかしら。砂糖もミルクも一切入ってない純粋ブラックコーヒーを10杯。あんたの舌は今や苦味で麻痺した頃合いでしょう。そこでこれ！嫌がらせのチョコレートよ。コーヒーの苦味によってチョコの味などわからない。そう、それでいいの。なぜなら失敗したから。手作り前回はなぜあんなに見事に完成したのか、全く不思議なほど失敗したから。なのでチョコの味がわからぬように舌を麻痺させました。以上。何よその顔は。だらしがない、締まりがない、みっともない。え、嬉しい？何が？いえ、今のは違うわ。違うの、言い間違いよ。ただの、ただの市販品よ。そこの購買部で10キューピーで買った代物だから。そんな安値で売ってない？いいえ、売っていたのよ偶然ね。そのあのねえ、帰らせてもらうわ。うん。これで勝ったと思わないことね。じゃあ本当に帰るわ。ああ、それからたかが10キューピーで売ってたチョコだけど、世界に2つとない貴重品だから、自分でも何言ってるかわかんないけど、とにかく貴重品だから味わって食べるように。いいわね。それから